こんにちは、孝太郎です。今日はですね、声が伝わることがどれだけ人にエネルギーを与えるかについて、お話しいたします。でですね、これ先ほどあった話なんですね。私が先ほど、ちょっとクライアントの方とレッスンしてたわけですね。それで、2回目のレッスンだったんですけれども、その時にですね、もう表情がまず違う。で、なんかいいことあったのかなみたいな感じなんですよね。それで、声が違う。声が全然変わってたんですよ。それで、何が起こったんだっていうふうに、ちょっと私はちょっと思ったんですよね。その方はですね、実はちょっと、6、7年前にちょっとこう、障害とかが起こってしまって、ちょっと言葉がですね、ちょっと不自由な感じなんですね。ちょっと滑舌がうまくいかなかったりとか、ちょっとこう、声が出にくい感じの症状が出てしまっていたんですね。それで、1回目のレッスンの時は、ちょっと私がですね、ちょっと聞き取りづらいわけですね、こう言葉が。言葉が聞き取りづらいんですよ。で、慣れれば大丈夫なのかなっていうふうにちょっと思ってたんですね。なんだけども、今日ですね、その前回レッスンした時に、ちょっといろいろですね、声が出やすくなる方法とかですね、いろいろやったわけですね。それで、じゃあそれをお願いしますって言って、で、動画とかちょっといろいろ送っといたら、送ってですね、これもやっといてくださいみたいな感じで、いろいろ送ってるんですけども、それで、やってくれたかどうかちょっとよくわかってなかったんですが、で、今日、1週間ぶりぐらいに、その、レッスンしたらですね、すっごい声変わってるんですよ。もうびっくりしちゃって。これでですね、めちゃめちゃ聞き取りやすいんですよ。前回は、もう一回いいですかって何回も聞き返してたんですよね。それで、それがですね、全然ないんですよ。普通に聞き取れるんですよ。これ、すごいと思って、で、いろいろ聞いたらですね、すごい練習したっていう話なんですよね。それで、それとともにですね、そういえばって言ってました。で、何かというと、ちょっと道場、なんか車とかでですね、移動するときに、なんか相乗りするみたいな感じで、どっか一緒に行くことがある人がいるみたいなんですね。で、その人が、その方がですね、クライアントの方が後ろに座って、で、前の助手席の方に、途中から誰かが乗ってきたらしいんですね。ほいで、そしたらですね、喋ってるじゃないですか。で、途中でですね、その助手席に座った人が、誰が喋ってるのかと思ったらって、声が変わりすぎてびっくりしたらしいんですよね。あまりにもこう、声に張りが出たりとか、その言葉が明瞭になってたので、誰が乗ってるのかと思ったっていうぐらいに変わったっていうんですよね。これですね、これがあって、単純に声が出るようになったとかっていうのは、とりあえず、それはもちろん喜ばしいんですけども、それよりもですね、要はですね、すごく表情がいいんですよね。すっごい、スカイパーです。動画でやってるんですね。動画でやってます。なので、顔も見てやるんですけど、表情がいいんですよ。すごく良くなってる。で、嬉しそうなんですよね、単純にね。それで、そこが大きいですね。で、何が、やっぱこう、ここですごくポイントになってくるのは、その、言葉がちゃんと通じるっていうことが、こんなに違うのかってことなんですよね。その言葉が不自由だったりとか喋りにくかったりするってことはですね、本人は辛いんですよ。本人は、今まで出てたものがちゃんと出なくなったりとかしてすごく辛いんですけども、周りの人もですね、やっぱりですね、聞き取りづらいわけですよね。聞き取りづらいから、何ってこう聞き返したくなるんですけど、毎回聞き返すと、なんかちょっと悪いなとかってちょっと思っちゃうんですよね。と思うんですよ。毎回聞き返すとか、とか言うとなんか悪いなってちょっと思っちゃったりするんですよね。それでなんか、これがいいのか悪いのか分かんないんですけども、その、合わせちゃうんですね。そうなんですか。そうなんですね。とか言ってこう、なんかよく分かんないんだけど、みたいな感じでですね、合わせちゃったりとかする感じで、ちょっと距離感が微妙な感じになるんですよね。だけど、
喋ってる本人はそういう風になんかいまいち伝わってないなっていうこととかは絶対わかるんですよ。わかっちゃうんです。わかるんですよね。そういうのってね、なんかこう微妙なこう感覚でわかるんですよね。で、そういうのがですね、まあ、積もり積もってくるとやっぱりなかなかこうちょっとこう喋るコミュニケーションしようっていう気が起きなくなったりとかですね、まあ、ちょっとこうなんかこう気分的にちょっとこうテンション下がったりとかですねしちゃうんですよね、どうしてもね。これってすごいもったいないなって思うんですけども、そこで声が変わったっていうこと、声が変わった、でおそらくその喋り声は変わってる、まずで歌の方もやっぱりどんどん変わってくるっていうことはもちろんありますありますけども、その先のですね、人とのコミュニケーションが円滑になったりとか、その自分からこう外に出ていこうとかですね、改めていろんな人と交流してみようとかですね、そういう気が生まれてくるってことがよく分かりました。やっぱり改めて実感させてもらったなっていうふうに思います。だからやっぱり声のその印象っていうのはものすごく大きいんですよね。声が持っている力、そういうものがものすごく人にいろんな影響を与えている。で、自分自身にも、相手、聞いてる相手の方にも、でその交流を滑らかにするもの、意思伝達のツールとしての声、これがですね、磨かれるとかですね、その正常に戻る、それからさらに磨いていくってことが本当にですね、人生において大きな助けになってくれるってことがよく分かりました。というわけでですね、そういう気づきがつい先ほどありましたので、ちょっとぜひシェアしたいなと思いまして、お話しいたしました。というわけでですね、これから、その方ともですね、レッスン続けていくんですけども、非常に楽しみだなと思っています。というわけでありがとうございました。